一度見たらもう二度と見たくない名作。ジブリ映画蛍の墓が2024年9月18日までに世界190カ国以上で動画配信サービスのネットフリックスで公開され、多くの国でランキングトップ10入りを果たしました。特に初めて視聴した人々が SNS 上で様々な感想を投稿し、瞬く間にトレンド入りするなど全世界で大きな話題を呼んでいます。この作品はかつて戦争中に敵対していたアメリカでも大きな反響を呼び起こしており、長文の感想が数多く寄せられています。その中の感想をまずは一部ご紹介しましょう。この映画に対して私たちは何も批判できない。胸が締め付けられるような気持ちになる。といった切実なコメントも見受けられます。現在、蛍の墓は再評価の動きが進んでおり、海外の評価サイトでもその反響は絶大です。なぜ、数多くの国々が蛍の墓に心が揺さぶられたのでしょうか。一本のアニメ映画が批判されず、大きな反響を呼んだわけとは何なのでしょう。そして、この物語の題材となった戦争について、アメリカ人は今何を思うのでしょうか。今回は、特に海外からの反響に焦点を当てながら、評価やコメントなどを一緒に見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。蛍の墓は1988年に高畑勲監督が、スタジオジブリで制作した名作です。物語は第二次世界大戦中の神戸大空襲で家を失い、母親を亡くした少年聖太とその妹の節子が戦時中の過酷な状況の中で懸命に生き抜き、悲劇的な結末を迎えるというものです。この作品はよくある反戦映画とは一線を画し、戦争によって苦しむ一般市民の視点から世界を描いている点が特徴です。日本での公開当時、蛍の墓と隣のトトロは2本立てで上映されており、映画館での視聴順によって観客が受ける印象が大きく異なることが当時話題になりました。映画は2本同時上映の形式で、多くの方が家族で見に行ったかもしれません。隣のトトロを先に見た子供たちはほのぼのとした気分に浸ったものの、その直後に蛍の墓の悲惨な場面に直面し、耐えきれず泣き叫ぶ子供が続出したと言われています。親たちもそのあまりの衝撃に言葉を失い、映画館全体が重苦しい空気に包まれたそうです。SNS では、当時を振り返る投稿が大きな反響を呼びました。隣のトトロの後、蛍の墓を見終わってロビーに出ると、節子と同じくらいの年齢の女の子を連れた母親がしゃがみ込んで立てなくなっていた。その女の子は訳がわからない様子で、母親の頭を撫でていた。と綴っており、その母親の心情を思うだけで、胸が締め付けられると語っています。この投稿には多くの共感が寄せられました。蛍の墓はこれまでにも海外で視聴可能でしたが、今回配信サービスにて初めて世界190カ国以上で配信されることとなったため、各地で大きな反響を呼びました。特に SNS 上でも話題となり、多くの人々が感想を投稿しています。その中でも、今からご紹介するアメリカ人の投稿は日本国内でも大きな反響を呼び、このアメリカ人が綴った最後の一文には多くの共感が集まっています。最初に言いたいのは、もしまだこの作品を見ていないのなら、できるだけ早く見るべきということだ。なぜなら、高畑勲が生み出したこの傑作の価値は、私の言葉だけでは到底伝えきれないからだ。私が知る限り、これほど力強いメッセージを持つ反戦映画は他にはない。それが、蛍の墓だ。もしこの作品を芸術作品として評価するなら、ピカソの、ゲルニカやエルガーの、チェロ協奏曲と同等の価値があるだろう。アメリカ映画の中で、これほど強力な反戦メッセージを持つものがあっただろうか。蛍の墓は汚れなき魂の喪失を描いており、これは幼い2人の主人公だけでなく、日本という国全体の話でもある。物語の中心となるのは13歳の聖太と4歳の妹節子だ。彼らは神戸大空襲で母親を亡くし、その後叔母の家に身を寄せることになる。叔母は初め親切だったが、次第に聖太が国のために働かないことや兄弟を養うことへの不満を募らせ、
いづらい2人は最終的に防空壕で生活を始めることになる。しかし食料不足が続き、2人は徐々に栄養失調に陥っていく。そして最終的に命を落とすのだ。実は物語の冒頭から彼らの死はすでに明らかにされている。セータがボロボロの服を着て駅構内に横たわり、栄養失調であることが一目瞭然のシーンから始まるのだ。彼の持ち物であったミステリアスな缶が夜の闇へと投げ捨てられると、そこにはホタルが舞い、節子の幽霊が現れる。そしてセータの幽霊が加わり、2人は電車に乗ってあの世へ旅立つ。その後ストーリーは回想形式で語られていくんだ。昭和20年9月21日夜、僕は死んだ。これが冒頭のセリフだ。この映画の興味深い点は、日本の作品でありながら日本人を犠牲者として描くこともなく、アメリカ人を悪者扱いもしないところだ。むしろ苦しんでいる子供たちに冷淡な対応をする日本の大人たちが描かれており、そこに日本社会への批判や軽蔑が感じられる。高畑監督は、戦争で本当に失われるのは生命ではなく汚れなき魂であると訴えているのだ。アニメーションのスタイルはリアリズムに基づいており、ディテールも豊富である。キャラクターたちの死を悲劇的に描く一方で、美しい瞬間も数多く描かれている。スタジオジブリが制作した作品ということもあり、多くの称賛されるシーンが含まれているのは驚くことではない。ホタルの墓はストーリーや象徴的な意味、そしてアニメーションの全てが一体となって、まるで腹に一撃を食らったような衝撃を与える作品だ。見た者がそのショックから立ち直ることは難しく、忘れることは不可能だ。この作品はアニメーションではあるが、その生々しさは実写映画にも劣らない。その力強さを損なうことなく描かれている点にも注目すべきだと思う。もし心が立ち直れないほど打ちひしがれる夜でも構わないなら、ぜひ蛍の墓を見ていただきたい。この作品は楽しいものではないが、見たことを後悔することは決してない。この投稿に対して SNS や掲示板では、これ以上ない的確な解説だ。2回目を見る勇気はないけれど、子供ができたら必ず見せたい作品なのは確か、といった感想が多く寄せられました。二度と見たくないが、多くの人に見てほしいという矛盾に共感する声が多数寄せられています。一方、戦争に関する知識を持つ人々は、この映画を通じて戦争の現実を強く感じ取っています。私は子供の頃、第二次世界大戦に関する本をよく読んでいたので、アメリカが日本の都市を爆撃したことや、海軍機が小さな町を攻撃したことを知識として知っていました。この映画はその歴史が現実であったことを非常にリアルに伝えてくれました。福音主義のキリスト教徒として、私たちが善良な人々に対してどれほど残酷なことをしたのか、どれだけ多くのものを破壊したのかを再認識させられました。この映画に対する批評家の意見も読みましたが、過去最高の戦争映画の一つだという言葉に賛同します。私自身も非常に強い衝撃を受けました。娘を見るたびに節子を思い出します。彼女の美しさ、悲しさ、無垢さがこの映画で深く印象に残っています。ぜひこの作品を見ていただきたいと思いますが、一人で見ないでください。そしてこれは子供向けの作品ではないことも覚えておいてください。蛍の墓は単なるアニメを超えた作品です。ストーリーの演出が高く評価される一方で、現代の状況と照らし合わせ、深く感銘を受けたからこそ心が揺さぶられている声もありました。あるカナダ人のコメントには次のような考えが述べられています。この作品のストーリーの見せ方は、これまでに見た映画の中でも最高クラスだ。冒頭ですぐに主人公の運命がわかるため、多くの人はその後何を目的に見ればいいのか戸惑うかもしれない。しかしこのオープニングを超えれば、セータと節子の心温まる絆、そして避けられない悲劇から目を背けられなくなるだろう。彼らの強い結びつきは時には辛くなるが、それでも見続けざるを得ない。特に僕が感銘を受けたのは、この映画には悪役が存在しない点だ。登場人物たちは皆自分の人生を生き抜こうとするだけで、戦時中の絶望的な状況下で人間の本性があらわになる。誰もが自分を守るために他者を出し抜き、
ただ生き延びることに必死だ。この厳しい現実を監督は観客に受け入れるよう求めていると感じた。映画が描いているのは人間の本当の姿だと思う。確かに憂鬱だが、同時に観客に目覚めを促す作品でもある。最後に問いかけたい。この映画のような悲劇を私たちは今も繰り返しているのだろうか。それともセータや節子のような運命を二度と繰り返さないために私たちは進歩したのだろうか。この意見に概ね共感する人が多い一方で、戦争時は人間の醜い部分があらわになる、それが本性なのだという見解に異を唱える声もあります。2回目に見た時、冒頭のセータが駅でぐったりしているシーンで、通りすがりの人がセータにおにぎりを渡しているのに気づいた。高畑監督は戦争の状況下でも自分を顧みず他者を助ける人がいることを伝えたかったのではないだろうか。この作品は公開から35年以上経っていますが、最近投稿された外国人の SNS 記事で新たな発見があり、それが話題となりました。ファンがポスターにある秘密を発見した。ポスターの明るさを最大にすると上空に B-29 爆撃機が浮かび上がる。奇跡の蛍の光だと思っていたものが実は爆弾の雨だったと分かったんだ。また涙が溢れてきた。この発見に関連して映画のタイトル蛍の墓の翻訳についても議論が交わされました。英語では日本語のタイトルをそのまま翻訳しグレーブオブザファイヤーフライスとなっており、フランス語や他の言語でも同様の訳が使われています。海外掲示板のレディットではなぜ蛍という漢字を使うのかについて考察が行われ、 B-29 の焼夷弾を示すものだという説明がされていました。タイトルに火が垂れるという漢字を使ったのは B-29 から焼夷弾が落ちてくることを象徴しているからだ。また日本語では蛍が短く儚い命の象徴でもあり、その意味を尊重して英語でもファイヤーフライという単語を使っているんだ。このように作品の細部に込められた深い意味が今もなお観客に強い印象を与え続けているのです。日米の文化に詳しいジャパンアメリカの著者ローランド・ケルツも次のように語っています。蛍の墓は人生における曖昧さや疑問を豊かに描いた物語です。その点だけでもこの映画が今日まで意味を持ち続けている理由がわかります。この作品は絶望的な状況下での英雄的行為や高潔さの失敗を描いており、ハリウッドが困難な時代には英雄が必要だと信じ込ませるのに対し、ほとんど反ハリウッド的な映画といえます。困難な時代に最も必要なのは謙虚さや忍耐、そして自制心なのです。非常に日本的な戦争物語だと評価するイギリス人の意見も紹介されています。誇張なしに言わせてもらうが、映画の歴史の中で戦時下の無垢な魂をこれほど完璧に、そして胸が張り裂けるほど悲劇的に描いた作品は他に存在しない。しかしこの映画には大げさな演出は一切ない。同じジャンルの他の映画、これはアニメーションであることを忘れてはいけないが、様々な仕掛けに頼るのに対し、この作品は物語そのもので全てを語っている。音楽ですら過剰になることはなく、感傷的すぎることもない。結末が最初から明らかであるにもかかわらず、観客を引き込み涙を誘う力を持った作品だ。感情に訴える力があまりに強すぎるので、私は繰り返し見たいとは思わないが、それでもこの作品を見ることができて本当に良かったと思う。救いのない悲劇ではあるものの、その価値は計り知れない。またこの作品を反戦映画として捉えることに違和感を抱く人も多くいます。あるマレーシア人のコメントがその代表的な意見を示しています。この作品を見て何も感じなかったり、うんざりしたり、あるいは上映中に眠ってしまうような人たちはきっと思いやりを失ってしまったのだろう。この映画を見て泣かない人は魂を失ったも同然だ。この作品は甘くもなければ心温まるものでもない。兄弟が防空壕を蛍の光で照らそうとするシーンですら、喜びではなくむしろ悲しみが押し寄せてくる。今の時代なら明かりがなければ店でろうそくを買うこともできるだろうが、幼い彼らには蛍を集めるしか方法がなかったのだ。個人的な経験から言っても蛍を捕まえるのは非常に困難だ。
それなのに彼らが得られた光はほんのつかの間のものだった。一部の人々は兄弟が叔母を頼ろうとしないことに批判的だが、日本人は誇りを重んじ、必要性を超えて名誉を守るように教育されている。この兄弟も誇りを傷つけないようにと教えられて育ったのだ。それが彼らの行動の背景にあると考えるべきだ。蛍の墓は見る者の心を決して離さない丁寧に作り込まれた物語だが、これは戦争映画でも反戦映画でもない。そして反米メッセージが込められているわけでもない。戦時中や戦後の背景は重要な要素ではなく、もっと普遍的なテーマが描かれている。これは生き延びることが最も重要な問題となる絶望的な状況で、必死に生き延びようとしたが叶わなかった小さな兄弟の物語だ。この映画のタイトルそのものが全てを説明しているのではないだろうか。蛍は闇の中で一瞬輝く美しい存在だが、死んでしまえばその墓がどこにあるか誰も知らず気に留めることもない。また蛍の墓のストーリーにおいて、生活の貧しさと物語の切なさを象徴するものとして、多くの人がサクマ式ドロップスに言及しています。1908年創業の佐久間製菓が製造していたこのドロップスは、映画を見た外国人視聴者たちが通販サイトなどで購入し、映画の感動を追体験しながら食べていました。世界で最も悲しいキャンディーだけど、味はとても美味しかった。このデザインを見たとき、なんて美しいんだと思った。映画と全く同じに見えるよ。キャンディーを食べながら、節子が空になったドロップ缶を悲しそうに抱えていた気持ちがよくわかった。しかし2022年にサクマ式ドロップスの製造が中止されると、このニュースはロイター通信など世界最大級のメディアでも取り上げられ、 SNS には世界中から悲しみの声が寄せられました。節子の大好きなキャンディーがもう作られないなんて、ジブリを象徴するお菓子がなくなるなんて、とても悲しい。製造中止の理由は、新型コロナウイルスの影響や原材料費の高騰により、佐久間製菓が廃業したためです。この出来事はまるで蛍の墓のように、時代の流れがもたらす変化を痛感させるものでした。このように海外の視聴者からさまざまな感想と評価を受けている蛍の墓は、映画評論サイトでも非常に高く評価されています。辛口で知られる評論サイトロッテントマトでは、専門評論家から満点の 100% の評価、一般視聴者からも 95% という驚異的な評価を得ています。同様に人気映画サイト IMDB でも32万件以上の評価により、10点満点中 8.5 点を獲得し、一生に一度は見るべき映画作品として42位にランクインしました。戦争映画としてこの順位は驚異的なものだと言えるでしょう。また BBC によると、個人である映画評論家で歴史家のロジャー・イーバートはこの映画を史上最高の戦争映画の一つと称賛しました。さらに BBC は次のようにも述べています。蛍の墓はジブリ作品の中でも最も暗い作品の一つと評されています。しかし熱心なファンたちは、この過小評価されている映画とその痛烈な教訓についての議論を絶やさず、公開から30年以上経った今でも活発な議論が続いています。多くの人々にとって戦争が人間に与える影響に対するメッセージは今なお心に深く響いているのです。シンガポール国立大学日本研究学科のリムベンチュー准教授も、この映画が今もなお重要性を増していると指摘しています。蛍の墓は特に命の価値を強調している点で重要な映画です。戦争中、日本人が耐えなければならなかった取り返しのつかない悲劇と苦しみを描いていますが、観客は第二次世界大戦がなぜどのようにして起こったのかを積極的に問いかけるべきです。日本の歴史的な軍事的背景を知ることは、出来事への理解を深め、戦争に対する一般的な人道的感情を育むことにつながり、将来の戦争を防ぐための効果的な手段となるでしょう。いかがでしたか。この作品には私たちが思っている以上の影響力があり、多くの国の人々の心を動かしたと言えるでしょう。日本人にとっても悲しい出来事が詰め込まれた蛍の墓は、日本だけではなく世界を巻き込み、
数多くの人々の涙を誘った作品となりました。この映画の内容は決して忘れてはいけない。しかし目を背けたくなるほどの現実が突き刺さります。あなたはこの映画を見て何を思いますか？本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。